はい、どうも皆さんこんにちは。スターディーの河野玄太です。大学入試の実況プレイやっていきます。今回ですね、東京大学の数学の実況プレイやっていきます。東京大学、もう言わずもがなだと思うんですけど、ラスボスですよね。日本の最高学府といえば東大と赤門とかね、もう完全にラスボス臭漂わせてると思うんですけど、もうね、その大学入試の問題も難しいと、まあ、僕自身もね、卒業したということでね、また入学試験解くということで、ちゃんと無事ね、その時の感覚通り解けるかどうかね、楽しみですね。ということで早速やっていきましょう。それではこの問題実況プレイやっていきます。はい、XY 平面の曲線 C、XY2 乗イコール4乗に 1.P0、X0Y0 を取ると、XY2 乗イコール4。だから、X イコール Y2 乗分の4だから、こんな感じかな。はい。まあ、これはね、なんでかって言われると、まあ、X イコール Y2 乗分の4ってこうだよねとしか言えない。Y イコール X2 乗分の4がこういうグラフだから、こうでしょって感じかな。で、乗に 1.P0、X0Y0 を取ると。うん。P0、X0Y0 を取って、P0 における C の接線と C との共有点のうち、P0 と異なるものを P1、また P1 に、あ、なるほどね。だから、次から次に接線を引いていくって感じかな。P1、P2 って感じか。で、次の問いの答えよと。過去1、P1、P2 の座標を Y0 を用いて表せ。ああ、だから Y0。だから完全にね、今まで普通 Y これ FX ってやるところを X イコール FY っていうふうにしようっていう話か。だから、X イコール Y2 乗分の4、もう DX 分の DY、DXDY にして、そうすると Y のマイナス2乗になるから、マイナス Y3 乗分の8か。っていう感じなのかな。だから、X マイナス X0 イコールマイナス Y3 乗分の8、Y マイナス Y0 みたいな感じにして、この接線の傾きを、これと XY2 乗イコール4との交点を求めようっていう感じかな。はい。まあこんな感じ、ちょっとね、Y2 と3がね、これ一瞬こんがらがるから3ね。まあこの問題、うん、これを解いていけばいいわけなんだけど、ここで接するっていうのが分かってるからね、Y これ Y0 がね、2回、20回出てくるはずと、10回ね。で、Y を消去するかな、X イコール Y2 乗分の4にして代入。まあ代入がね、基本だからね、すべての。で、X0が Y0 2乗分の4っていうふうに置き換えられて、で、マイナス Y3 乗分の8、Y-Y0 か。これを解いていけばいいよって話だね。もうなんかできそうだよね。Y3 乗、まあ、これ4、4、8を2っていうふうにして、Y3 乗くくってあげると、Y3 乗かけ、Y2 乗引く Y、Y2 乗、Y0 2乗の Y0 2乗引く Y2 乗ってなるかな。イコールマイナス2かっこ y マイナス y0 になって、ここマイナスプラスにしてこう y マイナス y0 で割っていけるね。 y プラス y0 って感じか。でこれ y2 乗の部分も約せて、あ、これ y0 だ、間違えた、おかしいと思ったら、ここ y の3乗って y0 の3乗だね。まあこういうのあるあるだよね、あるある。なんか y と y0 ってなんかね、あんまり違いがなく、 y0 だからY2 乗が消えるんじゃなくて、Y の0の2乗の方がね、消えるわけですよね。そうすると、Y0 かっこ Y プラス Y0 イコール 2Y2 乗になるのか。こんな感じかな。で、2Y2 乗マイナス Y0Y マイナス Y0 2乗イコール0になって、まあもう一回ね、20回持ってたからね、この Y0 のところ。Y っていうのは Y0 とマイナス2分の Y0 か。マイナス2分の Y0 が答えだよ。ということで、P1 の Y 座標はマイナス2分の Y0 ということが分かって、まあ、この時点でね、Y0 って置くと、ここマイナス2分の Y0 になるんだったら、まあね、FX、FFX みたいな感じで、P2 の Y 座標4分の Y0 っていうのも分かるよね。こんな感じで、あと X 座標を求めればいいだけだね。マイナス2分の Y0 ここに入れると、Y、だから、Y0 2乗分の16かな。16マイナス2分の Y0 っていうのが P1、 P2 が4分の Y0 と Y0 2乗分の64か。こういう風になるよって感じかな。はい、括弧 C 終わりか。まあ、この問題ね、そういえば紹介し忘れたんですけど、東大ね、後期の問題なんですね。東大後期って2007年で、ね、終わってるんですけど、まあ、その最後のね、年の問題だと。
まあね、150分3問で解く問題で、ね、どれぐらい解けるかどうかちょっとわからないんですけど、まあ、ちょっとカッコ1はね、とりあえず順調にいきましたね。カッコ2、三角形 P0、P1、P2 の面積を T とし、線分 P0、P1、P1、P2 および曲線 C で囲まれた領域の面積を、ね、ああ、なるほど。だからあれと一緒だね、なんか二次関数のこの接線とみたいな、接線でここに囲まれた部分とここで囲まれた部分の面積比を求めようみたいな感じかな。なんか似てるよね。これちなみにここ2対1になるっていう、まあその大学入試のね、裏技の鉄板ですよね。なんかそれに似てますね、形が、まあここが2対1みたいな感じのが大学入試のね、鉄板。まあでも今回は二次方程式じゃないのでどうなるか。P0、P1、P2 の面積をまず求めると、まあ、この三角形の面積ね、まあ、正方形で囲ってあげてもいいし、正方形じゃない、長方形か。それか、まあ、ベクトルのね、あれで求めてあげてもいいし、なんでもいいけどね。じゃあ、ベクトルで考えるか。P0、P1 を求めて、P0、P2 を求めてあげると、P0、P1 は、これ引くこれだから、X0 もね、これ Y0 2乗分の4と置き換えてあげると、P0、P1 は Y0 2乗分の12とマイナス2分の 3Y0 か。ちょっと覚えないと。Y0 2乗分の12と、ちょっと意味から考えない。マイナス2分の 3Y0。で、P0、P2 は4分の、だから4と60だから、Y0 2乗分の60かな。と、マイナス4分の 3Y0 って感じか。ということで、T の面積が、この2分の1絶対値のこのクロスになって、Y0 分のマイナス9引く、だから足すになって Y0 分の90か。ということで Y0 分の 2Y0 分の81っていう風になるかな、 T が。 OK、 順調かな。まあ分からんが計算ミスしないこと祈ろう。 S、 次 S の面積はここか。ここの面積を求めよう。だから、まあ、これここの面積を求めるために、まあ積分だよね、積分しなきゃいけないよね。だから P0、あ、ここの台形の面積を求めてあげて、そこからここの積分したね、計算を求めてあげればいいのかな。で、台形の面積は、X0 と、ここ16、だから 17X0、まあ、Y0 2乗分の 68×4 分の 3Y0 の半分。Y0 2乗分の 68×4 分の 3Y0 の半分だから、2Y0 分の51か。これが台形の面積になって、そこから積分値を引いていけばいい。あ、違う、これがここの斜線部分だから、斜線部分でしょ。斜線部分イコール 2y0 分の51から、なんだっけ、 4 分の y0 とから y0 でね、で y2 乗分でのか dy っていう風になって、この部分がこれプラスにして y0 分の4になるのかな。y 分の4になって、y0 4分の y0 を入れると、y0 分の4引く16、あ、y0 分の16だから、ここ、y0 分の12なのか。だから、2y0 分の51マイナス、y0 分の12になって、2y0 分の24引くから、20なのかな。ということで、この三日月が 2y0 分の27だから、全体からこれ81だっけ、 2y0 分の 81、 あ、だから3分の1だね。ことはここ2対1対2になってるんだ。あ、じゃあこの二次関数の場合の逆だね。ここ2対1になるから、うん、これ1対2になるってことで逆なんだね。なんか面白いっすね。S 分の T ってことは S が3、 S が2か、2だから T が3、2分の3か。S 分の T イコール2分の3だよってことが分かると。なんか不思議な結果ですね。カッコ3、各 PO、P0、P1、P2 が直角となるような Y0 の値、 P0、P1、P2 か、うん、まあこれも、うん、なんかまんまベクトルの内積が0って感じかな。ベクトルの内積は Y0 2乗分の12、 Y0 2乗分の12、12スラッシュとかスマートですね。12スラッシュ Y0 2乗、 Y0 2乗分の12ってことなんだけどね、まあ、スマートさですよ。とこれ引くこれとこれ引くこれするとマイナス2分の 3Y0 か、マイナス3スラッシュ 2Y0 と、あとこれ
P1、P2 は Y0 2乗分の48と、これ引くこれだから4分の 3Y0 か、これの内積が0だよっていうふうに言えればよくて、そうすると Y0 4乗分の 12×48、まあ、24の2乗とかか、書きやすいからね、24の2乗引く8分の 9Y だから、イコール8分の 9Y、 あ、 8Y0 2乗分の89、あ、ごめん、 8Y2 乗か、ちょっとスラッシュでね、やっぱスラッシュ推奨しないっす。はい、これ Y0 がね分母に来てるように見えてしまったからね。はい、道理で、で Y6 乗イコール Y0 の6乗イコール、24の2乗かけ9分の8だから、3の2乗、8の2乗かけ8だから8の3乗か、2の9乗だね。だから Y0 の6乗が2の9乗だから、 Y0 は2の2分の3乗、2ルート2となるだろうという感じ。はい、こんな感じかな。はい、合ってるかどうかわかんない。てかもう気づいたらなんかもうここごちゃごちゃだね、なんかごちゃごちゃ。あの、僕いつもそうなんですよ、東大のね入試本番とかも、その問題用紙がね、もうあっちでメモしたりこっちでメモしたりで、もうパッと引きで見た時ね、どこに何が書いてあるか分かんなくなっちゃうんですよね。それがいいのか悪いのか分かんないですけど、なんかねついこうなっちゃうんですよ、うん、こうなっちゃう、もうしょうがない。はい、過去4、全問過去3で求めた Y0 に対して三角形 P0、P1、P2 の外接円の面積を求めよう。だからここ直角だから、ん、外接円って言ったらこの斜辺の、斜辺が直径になるわけだね。だから P0、P2 の長さを求めて直径を求めてって感じじゃないのかな。そうすると、Y0 が2ルート2だから、Y0 2乗が8なわけじゃん。Y0 2乗が8になって、8分の4、だから P0 が2分の1と、2分の1、8か。あ、16か。2分の1、16になって、あー、なんかもうね、ちょっと疲れるよね、こういう問題。16じゃないわ、全然。Y0 が2分、2分の1で2ルート2か。うん。だって16だって、もうここで、ね、16って16の2乗して4になるわけないなっていうね、その考えがね、僕をね、よぎりました。っていうか Y0 じゃん。Y0 が2ルート2じゃん。当たり前じゃん。2ルート2じゃん。なんか変な計算しようとしましたね。あの P02 分の1から逆算して計算してね、なぜかね、Y02 ルート2っていうのをそのまま出しましたね。なんかもう、疲れなんですかね。2分のルート2で、この部分で何が来るかというと、8か。たくさんしてるとね、使ってくるからね。まあ一応念のため8と2分のルートに入れて4になるってことを確認して、しかも16倍になってたね。うん、OK。16倍で4分の1倍。うん。まあここは慎重に。そうすると、P0、P2 の距離が、2分の15と2分の3ルート2か。2分の15と2分の3ルート2。2分の15と2分の3ルート2。2分の15と2分の3ルート2。え、かっこ4。2分の15と2分の3ルート2。15の2乗と2分の3ルート2の2乗。これが直径になってるから、直径これの半分の2乗を π が求める答えだよって感じかな。そうすると4分のこれになって、16分の15の2乗、225足す9に18か、 π だから16分の 243π だよって感じかな。はい、うん、計算ミスがねちょっと怖いけれども、まあ多分間違ってないでしょう。はい、まあ、こんな感じで、求めてきたわけだけど、もうね数三バリバリですね。まあ数三今までやってこなかったのもね、文系の方絶対数三わからないやんけっていう感じで避けてきたんですけど、もう東大ならねもう数三やっていいっしょっていうノリで、ちょっと今回ねバリバリ数三ね扱ったわけなんですけど、初数三東大後期の問題、問題1かな、どうでしょう、正解は、てかどこに答え書いたか、あ、これかな、答えは、Y02 乗分の16、マイナス2分の Y0、Y02 乗、いやね、カッコ1があってたけど、カッコ1から間違ったら、もうカッコ2以降全部ね、バツだからね、間違いなくこれ。で、カッコ2どこに答え書いたっけ、あ、ここか、2Y0 分の81。違う、 t がだから2分の3がここで2分の3、あ、合ってるね、うん、でかっこ3にルート2が合ってて、かっこ4、16、あー、よかったね、全部合ってましたね。はい、お疲れ様でした。東大ね、実況プレイ無事正解することができましたよ。もうね、東大の卒業生としてね、貫禄ってか意地を見せたって感じですね。まあ、感想としてね、まあ、東大後期の問題僕実は初めましてで、問題としては
割と基本に忠実ではあるけど結構めんどくさいっていう印象でしたね。なんかあこれこうしなきゃいけないけどちょっとめんどくせえなっていう、それをねあのやらせてきたなっていう感じなんですけど、まあ何はともあれね、一番最初つまずくのはこれ x イコール fy っていう関係で扱っていかなきゃいけないから、慣れてない人にとってはまずその慣れながら解いていくっていうその作業がね結構難しいっていうか、でもこれぶっちゃけこういう難しくの仕方っていうか、こういう難易度の上げ方ってどこの大学でもねやりうるので、これを機会にね x イコール fy でも問題なく dx dy で同じことをやっていけばいいじゃんっていうね、その感覚をね養ってもらえたらいいのかなって思いましたね。まあでもね、めんどくさいね。はい、ということで東大今回無事ね正解できたわけなんですけど、他の入試問題の実況プレイ見たいよっていうねのがありましたら、ぜひコメント欄だったり、あと Twitter やインスタの DM に送ってもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。